ばんは。ミンマス、なんだっけ、ミンマス地表宇宙基地計画の途中です。今日はパイロットを連れてきたので、ちょっとだけ船外活動しようかなと思います。あー、そっか、ウインチとかないのか、めんどくせえな。ウインチじゃねえや、車がないのか。ちょっとローバー必要だよな。トーンなんだけど、そうだな、向こう行こうか。シュあいつ後でウィンチで引っ張っちゃおう。今日はできそうにないけど。あら、素晴らしい。あー、移動しやすい。シュあ、落下してる、落下してる。いかんいかんいかん、引力に捕まっておる。任せろ、こっちだっても素人じゃね。操作性いいですね、このデザイン。相当バランスいいわ。一回ここで浮かび上がり、よいしょ、完璧だ。まあ、セットしようか、どうせ帰ってくるんで。 RCS で、これ RCS のガーンってずれんのがさ困るよな。もうちょっとそこ計算してブレーキかけてほしいんだけどね。困っちゃうやん。完璧なタッチダウンである。軽いな。 RCS、TCS、SS、解除。着いた着いた。エダン、ディビー、サムデン。サムデン名前面白いからサムデン行こうぜ。てかちょっとキツキツのデザインにしたんだけど大丈夫かな。だろ、コマンドポットがあって、大丈夫。電池をねポットの中に埋め込んだんだけど大丈夫みたいだな。ではちょっと分解作業から入ります。向こうのポットとこっちのポットを接合したいので、同じバランスで組んじゃってるので引っ張りやすいようにこちら側を軽くします。まず危ないんでパネルしまう。これも外せるから外すわ。どうやって外すんだっけ。ドリル持って、ミーマスが軽いから持ち上がっちゃうよこれ。ここからは取れないの、マジで。ドッキングポートから、あーこれくっついちゃってんのかな。あー取れた取れた、オッケーオッケー。取りまして、
あと何外していこうかな。とにかくバランスを変えなきゃいけないんだよな。上の燃料エンジンも外すか。あ、そうかそうか、まず先につけようぜ。よいしょ。なぜか毎回いつも逆さだから気をつけて。 OK、 こうやってだいぶ軽くなった。よーし、軽い。うわー、重たい。くそ、やっぱりなんか物持ってブースター使うと重たい方に引っ張られるな。ローバーが絶対的に必要だなこれ。ああ、なんかやっぱり物理演算が狂ってる。一回またここで保存しよう。なんか物理計算がこう狂ってるようで怖い。ああ戻った戻った。な、怖いな。まあモッドだからしょうがねえってやつか。ここら辺もうまく付き合っていかないとな。で、これ外してまおうぜ。取った。押すと。ドン。よっ、よっ、もうちょっとウィンチがあればな。よっ、うん、治ってる治ってる。気をつけなきゃな、やっぱ計算が狂ってしまうんだな。いや、無重力じゃないか、さすがに摩擦が強くてどうにもならんか。まあこれは諦めよう。インベントリー出してるとバグんのかな。んでと。ウィンチ持って。シュー。戻ってる戻ってる。よかったよかった。なんかちょっとバグありますね。そこ注意しないとな。オッケー。引っ張ろうじゃねえか。これ頭のいい人ってウィンチ2個使って、なんか華麗に引っ張りそうだな。ソーラーパネルもちょっと危ないんでしまってく。あ、そっか、まあいいか。あっち蓄電池なくなってるけどいいか。よーし、なぜかこれ乗り込めないんだよな。乗り込めたら楽なんだけどな。あ、乗り込めたらよかったよかった。で、ワイヤーでつなぐと1個の物扱いになっちゃうので、それを気をつけながら、コントロールじゃなくて、あ、ちょちょ、ワイヤーをディシブルで、ショーグイ、このショーグイで動かすといいですね。
引っ張ってる方。これで、抵抗の関係上、向こうのが軽くなってるから、引っ張れるはず。あれ、まだ、なんかどっかくっついてんのか、あいつ。あ、危ない。あ、こける。これだよ、これがあるから、重心が高いからか。くっそー。おい、おいおいおい、あ、もう振り落とせたよ、いった、よかったよかった。お前も元に戻るんじゃん。 RCS がね、これちょっとバグっちゃってて、バグってるっていうか付け方ミスっちゃってて、変な動きすんだよね。まいっちゃった。これで軽くなったろ。もう一回ちょっと慎重にウインチかける。作業じゃん、完全に。たわみがこれで取れると。取れた。あ、こっちの右の数字がちょっと見づらいけど、左が長さで右がたわみなんだ。勉強になった。SS ついてるから簡単に ひっくり返らないと思うんだけど。落ち着けよ、近づけるだけ近づけて。待て待て待て、軸負けしてんな。どうするよこれ。ウィンチ外してドッキングさせたい場所につけてからウィンチ動かすとかの方がいいのかな。アンプラグ。いや、燃えねえ。これで摩擦もバランスいいだろう。電力がね、ちょっと不安なんだよね。まあ大丈夫だか。よし。ああ。とにかく来い。あ、でもあいつってひっくり返しちゃったら、あ、いかん。だってあいつ SS ないんだぜ。そう、ミンマスという独特の重力感がつかめねえ。
参ったな。コマンドポットつけるしかないよな。でも電池外しちゃったしな俺。これがもう、限界だわ。どう作業するかだよな。あ、向こう行ってくれるんだったらいいわ。あとで片付からよ。これどうする？よっ、ダメだ。うん、コマンドポットサッカーやって、それこそあれにウィンチかけるか。うれ、これでいった方が早いな。わ、酸素ある。おお、余裕だぜ。おお、これドライブシュートで行くんじゃない、これ一回で。おお、すごいすごいすごい、ナイスキック。ああ、羊羹さんに褒められるぜ。ドリル持ちまして、よーし、いい仕事するぜ。あ、え、でも俺乗り込みは良かったんじゃねこれ。めんどくせえから行け。え、何やってんだ俺。これ乗り込みは良かったんじゃね。二度手間三度手間を。あー、でも乗り込みづらいわ。オッケー、 SSRCS 起動。これがどうなってんだかっていう。ちょっと勢いつけて、よいしょ、セットターゲットな。近づけばマグネットで、誘導してもらえるので、上昇ボタン OK。 チュッチュッ、おっ、いけいけ、ちょっと根性出せや。つながった。足がないね、足がないんですよ。つながった、作業一作業終わった。うん、はい、ナイス、枝ナイス。おお、ここは結局何をするポットなんだい。うーん、ソーラーパネルつける位置もなんか激しく間違ってるな。ああ危ねえ、これ邪魔だから、あっち蹴っとけ。
行くぜ、 RCS ドライブシュート。あ、いかんいかん、ちょっと待って、ぶつかる俺の船に。いやー、 OK、 ちょっと移動しようぜ。このロケットは非常に今まで作った中でかなりデザインがいいね。これでエアーを横に吹く装置を相変わらずつけてないっていうね。学ぼうぜそろそろ。いちいちこれロケット横にして移動するの危ねえよ。水平装置くらいつけといてくれや。うまい。うまい。うまい。だいぶ操作うまくなってる。けど気をつけろよと。機関船。横のスラスターがあれば完璧だな、こいつ。はあ、どうしたもんかな、あいつは。ウィンチで釣れないかな、あれ。そうだな、まあ、ここら辺で、ちょっとメモね、ローバー、ローバーだな。ローバー持ってきて、散らがって、たものを片付け、まあ、スペースダンゴムシ量産計画だな。以上、そんな感じだな。現在こんな感じです。バイバーイ。